はいどうもアニマルパテモソでございます。というわけで今回はこちらの育成水槽稚魚というかちっちゃいのばっかり入っている60センチのワイド水槽になります。で今回紹介するのは奥の方で黄色いこっちに向かってきたこいつですね。お腹パンパンです。はい、わかります、お腹パンパンこいつ。はい、エンペラースネークヘッドでございます。はい、今日はささみたらふく食ったんでこんなお腹になってますけども、はい、まあシャイなんでね、ずっと奥とかで、ね、その辺で隠れてます。時にはね暴れ回ってね、びっくりして暴れ回ったりする時もあるんですけども、いや臆病ですね。でうちに来てもね1ヶ月半が経過いたしました。はい、まあうちに来た時の感じはこんな感じなんですけども、まあ細かったって感じかな。うん、なんかあんま変わってない、細かあの頃は細かったわみたいなね、1ヶ月半前は、うん、細かったねみたいな感じぐらいの差しか、思いません。はい、まあ、ただこのねお魚さん大きくなるとブルーになるんですよ。こんなに黄色いのに青いスネークヘッドになってくれるんです。大きいね、50センチとかなって60センチぐらいになってくれると思うんですけど、まあその予兆は1ヶ月半の今では出ておりません。ただデブになったっていうだけでね、まあ、デブっていうのはこれはお腹にささみが入ってるからちょっとぽっこりしてますけども、はい、まあこんな感じでね1ヶ月半の経過でございます。いやーそれにしてもねスネークヘッドって成長遅いんですかね。フラワートーマンの時はまあまあ早かったので、その感じで思ってると結構な勢いでね大きくなるんかなと思ったんですけど、うちにもう一匹いるアルビノチャンダプラーチョン、ちょっとまあ、映像はないんですけども、もうそいつも全然大きくならないんですよ。それもまあ60センチくらいになるんですけど白いやつでね、いやースネークヘッドでかくなんねえなーと思いながらね、まあただ餌をね、しっかり与えて、こうね太らせようとは思ってはいるんですけども、まあ、何分ねこのエンペラースネークヘッド食べる餌がねキビナゴ、冷凍キビナゴとササミのみ、人工餌は全く食いません。いやースネークヘッドは困ったちゃんが多いです。本当に人工餌に全然なれない、全然食べてくれませんね。全スネークヘッドね人工餌食べない、こいつも含め、もうまあササミかキビナゴ、まあ、1匹のフラワートーマンに関してはもう生き餌しか食べないからね、もう餌切ってますけど、やってませんけどね生き餌は、まあ、そうでもしないと多分食べてくれないと思うんで、このエンペラースネークヘッドも、まあ、とりあえず少なくともササミとキビナゴはもう今ね餌付いてくれてるんで、まあ、そのまま、そういうものを食べつつ栄養バランスも考えて、まあ、他のね魚、他の餌も食べてほしいなとは思うんですけども、いや難しい、スネークヘッドで基本的に養殖がないのかもしれない、ブリードタイプがないのかもしれませんけどね、やっぱ基本ワイルドだからこそ、もしかしたら、生き餌以外はなれないというかね、人工餌になれないのかななんてもちょっと思ってます。はい、まあ何はともあれ、まあ1ヶ月半経ちましたが太っただけで大きさ、長さはね全然変わってないような気がします。どれぐらいで青くなってくるんでしょうかね、まあ、1年ぐらいもしかしたらかかるのかもしれません。まあというわけでね今回は1ヶ月半経って大して変わってないデブになっただけのエンペラースネックヘッドでございました。というわけで、まあ、何の変哲もなく変化もなかったと1ヶ月半経ちましたけども、まあ、これからもちょっと観察続けていきたいなと思います。青くなるのが楽しみでございます。というわけでアニマルパテモソでした。アニモー。